コウヘイ TV 始まるよ。皆さんこんばんは、コウヘイです。いつもご視聴ありがとうございます。本日の動画は皆さんが大好きなクランセランの話とクランクロスオーバーの中古車を見たいと思います。クランは1955年に初代モデルが登場し、その後67年にわたる年月を経て進化を遂げ、2022年9月に16代目クラウンが販売されました。16代目クラウンではクラウンクロスオーバー、クラウンスポーツ、クラウンセダン、クラウンエステートの4モデルへと分かれ、新しいスタイルへと生まれ変わりました。皆さんは4モデルのうちどのタイプのクラウンが好きですか？個人的にはセダンタイプのクラウンが一番好きです。最近気になって若い方にクラウンセダンってかっこいいよねと聞いたんですけど、その子は SUV の方が好きだと言っていました。残念、セダンは人気がないんでしょうか。おじさん悲しいです。それでは今からトヨタさんがクラウンセダンの新しい画像をアップしていたので、皆さん一緒に見ていきましょう。フロントから見たクラウンセダン、かなりごついですね。ボディサイズは全長 5030mm、 でかい。全幅 1890mm、 全高 1470mm、 ホイールベース 3000mm、 定員5名。パワートレインはハイブリッド FCEV の2種類で、駆動方式は FR のみ。タイヤサイズ19インチまたは20インチです。発売は2023年の秋頃となっております。 SUV のクラウンスポーツの方が先に発売されると思います。価格は700万円からと予想しております。皆さんはいくらだと思いますか？ボディカラーはホワイト、ブラック、シルバー、グレー、紺、ブロンズの6種類で、インテリアカラーはブラックとブラウンの2種類です。最近トヨタさんのホームページを覗いたら、ブラウンのインテリアカラーの画像がアップされていました。皆さんはブラックとブラウン、どちらが好きですか？ブラウンの内装色も素敵ですね。個人的にはブラウンがいいです。ブラウンの色は渋いですね。木目も思った以上に高級感がありますね。白色のアンビエントライトもおしゃれです。トヨタはやはりクラウンセダンに力を入れてるんでしょうね。少し残念なのがステアリングの形状がクラウンクロスオーバーやクラウンスポーツと同じなので、差別化を図ってほしかったです。皆さん、インテリアカラーがブラウンの新型クラウンセダン、いかがだったでしょうか？最近のクラウンはかなり好みが分かれると思います。皆さんが好きなクラウンは何代目なのか、よければ教えてください。コメントお待ちしております。また新型クラウンセダンの新しい情報が分かり次第動画にさせてもらいます。それでは今からクラウンクロスオーバーの中古車を見たいと思います。何台落ちているのかな？コウヘイ TV。カーセンサーで検索したんですけど、197台落ちてました。思った以上に落ちてますね。クラウンクロスオーバー 2.4RS。年式2023年、排気量 2400cc、 走行距離全然走っていません。支払い総額642万円です。クラウンクロスオーバー 2.4RS アドバンスド、年式2022年、排気量 2400cc、 走行距離この車も全然走っていません。支払い総額614万円です。クラウンクロスオーバー 2.4RS アドバンスド、年式2023年、走行距離この車も全然走っていません。支払い総額648万円です。クラウンクロスオーバー 2.4RS、 年式2023年、排気量 2400cc、 走行距離この車も全然走っていません。支払い総額652万円です。クラウンクロスオーバー 2.4RS アドバンスド、年式2023年、走行距離全然走っていませんね。支払い総額668万円です。クラウンクロスオーバーは高いですね。クラウンクロスオーバー 2.4RS アドバンスド、年式2023年、排気量 2400cc、走行距離全然走っていません。支払い総額660万円です。私は夜1時間30分ぐらい散歩するんですけど、最近ホワイトのクラウンクロスオーバーを毎日見かけます。
一文字テールランプがあるじゃないですか。好みはかなり分かれると思うんですけど、私はあの一文字テールおしゃれだなと思っていて、夜一文字テールを見たらかなり綺麗です。一番高いクラウンクロスオーバーを検索してみます。うわ高い。皆さん見てください、クラウンクロスオーバーハイブリッドターボ、支払い総額935万円ですよ。うわこんなにするのか、たっけー。このクラウンクロスオーバー車高がかなり下がってます。少し見ます、お邪魔します。サイドの画像がありました。皆さん見てください、車高がかなり落ちています。すごいなこれは、ご立派。お邪魔しました。支払い総額935万円ですか、高いな。レクサス買えるやん。クラウンクロスオーバー 2.4RS アドバンスド、支払い総額875万円です。支払い総額839万円です。支払い総額798万円、支払い総額787万円です。一番安いクラウンクロスオーバーを探してみます。支払い総額448万円で落ちてました。クラウンクロスオーバーは高いですね。448万円か、買えないな。支払い総額452万円です。支払い総額476万円、支払い総額479万円ですか。いいお値段しますね。最近思うことがあるんですけども、結婚されていて子供がいて一軒家かマンションを購入されて生活されている方が大半だと思うんですけど、家のローンとかもあっていい車に乗られてる方が結構おられるじゃないですか。まあ例えばクラウンクロスオーバーやミニバンのアルファード、ベルファイア、SUV のまあハリアーとかもそうなんですけど、皆さん家族とかがいて高級車によく乗れるなって最近思うんですよ。アルファードとかベルファイアって新型のかなり高いじゃないですか。どうやって購入されてるのかなって個人的に思うんですよね。ローンとかで買われているんですかね、それとも旦那さんのお給与が良くて車は一括購入されて乗られているのか。不思議なんですよね、購入されている方すごいですよね。正直話が脱線してしまいました、すいません。480万円か、いいお値段しますね。公平 TV、 クラウンクロスオーバーの中古車いかがだったでしょうか。クラウンクロスオーバーの中古車の玉数が197台落ちているとは正直思いませんでした。皆さん購入されてすぐに売られるんですかね。最近ショート動画しか配信できておりません、すいません。ショート動画と横動画両方配信していきますので、皆さん今後とも公平 TV ご視聴よろしくお願いいたします。お忙しいにもかかわらず最後までご視聴ありがとうございました。公平でした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。